三里放水路三里放水路は埼玉県三里市の中川から江戸川を結ぶ国土交通省管理の放水路である。全長約1 5トル三里市を東西に横断する形で整備されている。中川、綾瀬川流域は特に低層のため、水はけが悪く、水が溜まりやすい地形である上、都市下の進展により大雨が降ると、 たびたび洪水になり、流域住民を悩ませていた。また、中川下流部は、工場、生活排水により、水質を濁が、深刻化していた。こうした状況を改善すべく、本放水路が1973年に建設された。三里水門から、外環道、江戸川方面を望む、放水路生誕に水門が設置されている。また、途中にかかる、寝台全橋と、 大前歩道橋の間に大場川と交差する箇所があり、水門と福越を設置している。堺橋と八丁堀橋のほぼ中間付近から第二大尿場川が本放水路の土手を挟み三里排水機場まで並行している。また、東端には洪水時に使用するポンプ場が設置されており、ここでは三里放水路の排水の他大尿場川の排水も行っている。 排水機場内には国土交通省江戸川河川事務所三里市庁所が置かれている。この放水路内側の両岸をコンクリートブロックで養生した土手が設置されている。また、外側には桜が所々に植えられている。三里水門、ありがとうございます。